ルボニスはアルゼンチンアスール出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーでシングルス2勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス33位、ダブルス142位。身長190センチメートル。左利き、バックハンドストロークは両手打ち。デビスカップ2016のアルゼンチン代表優勝メンバー。7歳からテニスをはじめ、 2007年にプロに転向。2010年全豪オープンから4大大会の予選に挑戦を始めたが、なかなか突破することができず初出場は2013年全仏オープンであった。2013年7月のドイツ国際オープンでは予選から勝ち上がり、トミー・ロブレド、ドミトリー・トゥルスノフ、フェルナンド・ベルダスコラを破り、ベスト4に進出した。準決勝では、 ロジャー・フェーデラーを7から6、7から6で破る金星を上げ初のツアー決勝に進出した。決勝では、ファビオ・フォニーニに6、4、6、7、2、6で破れ準優勝となったが、この活躍でランキングを114位から65位に、上げトップ100入りを果たした。2014年3月のブラジルオープンで2度目の決勝に進出した。決勝では、パオロ・ロレンツオ4、6、6、3、 64で破り、ツアー初優勝を果たした。大会後のランキングで44位となり、トップ50入りを果たした。2015年ジュネーブオープン準々決勝で、世界9位のスタンはウリンカに67、64、64で勝利した。2016年 BNP パリバオープンでは3回戦で、世界ランク2位のアンティマリーに6から4、4から6、7から6で破る金星を挙げた。 4月のハサン2000グランプリでは、決勝でボルナチョリッチを6から2、6から4で破り、ツアー2勝目を飾った。デビスカップ2016では準々決勝イタリア戦で2勝を挙げ、準決勝進出に貢献。決勝のクロアチア戦で、再び出場し、2から2で迎えた第5試合で、イボカルロビッチに6から3、6から4、6から2で勝利し、 アルゼンチンの優勝を決めた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。